福知山藩。福知山藩は丹波国天田軍、現在の京都府福知山市内機に存在した藩。居城は福知山城。戦国時代の天正七年、1579年、織田信長の家臣であった明智光秀に丹波一国が与えられ、光秀は一族の明智秀光にこの地を任せた。天正十年。 1582年に、光秀が信長に対して、謀反を起こしたとき、秀光は、その挙兵に賛成し、本能寺の変で信長を討った後は、安土城を占領したが、光秀が、山崎の戦いで、橋場秀吉に敗れると、秀光は、安土城を放棄して、有名な、湖水渡りを行い、大見坂本城にいる光秀の妻子を刺し殺して、自分も自殺した。その後、丹波は、 秀吉の支配下となり、福知山には、杉原家継、小野木茂津具、皇后らが入る。茂津具は、慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いにおいて、西軍に味方し、田辺城の戦いの総大将となるが、本戦で西軍が壊滅すると、東軍の細川忠興の追悼を受けて自害した。関ヶ原で東軍に組みした、有馬と陽氏は、 本船で後ろ揃えを務めたことで、遠藤海横須賀三万国から福知山六万国に、数造違法されて、福知山藩が立藩した。慶長七年、1六百二年に、豊市の父、有馬の利友が死去すると、豊氏は、父が、摂津三田に治療していた二万国も合わせて、相続することとなり、福知山で、都合八万国の大名となった。その後、 大阪の陣においても徳川方として、武功を挙げたため、元下六年、1620年ルー12月に20万国に、家造の上で、筑後久留米藩に違法された。その後は、伏見奉行の小堀正和がしばらくは、統治を行う。元下7年、1621年8月、丹波亀山藩から岡部長森が5万国で入るが、官営元年、 1624年9月に、美濃大垣藩に移される。代わって、摂津中島藩から稲葉のり道が4万5千0百国で、入るが、慶安元年、1648年8月に、改役となった。その後、半年ほどは、抗議御領として幕府が直轄したが、慶安2年、1649年2月28日に、 三河刈谷藩から松平忠富が四万五千九百国で入る。これも、漢文九年、六百六十九年六月八日には、非前島原藩に七万国で、加造違法となり、変わって、日立土浦藩から久つき千きが三万二千国で入り、以後は、久つき市十三代の支配で藩政が安定した。明治四年。 1871年7月14日の廃藩地県で、福知山藩は廃藩となり、福知山県となる。同年10月2日、豊岡県となり、明治九年、1876年8月21日には、京都府に編入されることとなった。福知山は、藩が成立する前の戦国時代、光秀の知性の下で自治洗免所や、城下町建設、 近世的な福知山城の築城などが行われている。初代藩主となった有馬と洋氏は福知山城や城下町の整備を行い、検知を行って藩政を確立した。岡部氏は短期間のため見るべき地跡はない。岡部氏の後に入法した稲葉則道は暗愚な人物で家中や領民に対して悪性を敷くという暴君であった。慶安元年。 1648年には、丹後宮津藩主、京国高博との間に境を起こし、それが原因で、乗り道が無本を企んでいるという風文が流れた。わずか4万5千0百国、動員兵力においても1500人ほどにしか満たない、乗り道が無本を起こしたところでたかが知れていたはずであが、幕府も、この風文を信じて、近隣の諸藩に出兵を命じたため、同年8月20日、 乗り道は、福地山城にて、鉄砲自殺してはて、稲葉氏は海役となった。松平忠房は、藩内に検地を実施する。これは、明治時代の地素改正までに至る福地山藩の土地制度の基礎となったため、松平検地と呼ばれた。なお、漢文六年、1666年には、宮津城の受け取り役を務めている。そして、 くつきであるが、初代藩主、くつき木政の父と熱名は、徳川家光の下で御こし番頭、奏者番を務めたことから、くつき綱の罰しながら兄たちより交遇され、不大大名として取り立てられた。そうした経緯から、くつきの歴代の福知山藩主の多くは、奏者番、御こし番頭、自社奉行を務めている。犯罪性は、の頃からすでに苦しく、 元禄四年、1691年には五か年に、渡る藩地を行っている。第五代藩主、東綱の時代には、教法の大飢金が原因で、教法の合祖と呼ばれる騒動が起こり、藩内は混乱した。なお、東綱は、明智光秀で御霊法へを許可している、お玉祭りの開始。歴代藩主の中でも第七代藩主保綱と、第八代藩主正綱は、 文人として知られ、前者は、義読語を表し、反抗創設の基礎を築き上げた。後者は、大月玄太倉蘭学者やオランダ商官長、カピタンと交友を持って、蘭学を研究し、蘭学改定の序文や、大西予知図説、古今戦果館など、多くの貴重な著作を残した。第九代藩主ともつなも、領民の境家を図って、岩間の水を表している。 福知山藩では財政再建の必要性から反省改革が行くびも行われたが、その都度失敗する。それは百姓による豪祖が常に起こったからである。特に前日の京皇年間と幕末の万事元年1860年の豪祖は大規模であった。六万国八万国とざま、五万国不大、四万五千七百国とざま。 45,900国不在、32,000国不在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。